えー、こんにちは北海道科学大学大のです、えー、今度ですね、えー、研修会を行わせていただきますがタイトルはですね脳卒中肩麻き者の過失装具ということで副題としまして、えー、歩行における装具の役割と、まあ、臨床推論、えー、こういったことをテーマにしていきますただですね、えー、と内容がちょっと盛りだくさんになりそうなので 昨年度お話しした内容の復習と、それから今回から初めて研修会に参加される方もいらっしゃると思いますので、そういったことも含めまして、まず基本的なところの復習と予習をちょっと事前にしていただきたいと思いまして、こういった動画を作成しました。 えー、大変恐縮なんですが、えー、当日の研修会までにこの動画を視聴していただきしっかりと基本の方、えー、行についての基本をしっかりと復習していただくということをちょっと望んでおります、えー、予備知識なしで、えー、話を聞くとちょっと、えー、わけが分からなくなる可能性がありますのでぜひともご協力くださいなおですねあの当日研修会が始まりましたら 今回、今話すこの内容に関しての質疑応答も最初にちょっと受け付けたいというふうに思っております。それではよろししくお願いいたしますまず、ですね家資装具の役割とは何ですかという話も前回させていただきました。基本的な目的は変形の予防、強制、それから病的組織の保護、失われた機能の代償、または補助という,ふうになっています。 特にです、ね、脳卒中、片麻痺者に対するものでは、まあ、どちらかというとこの失われた機能の代償、また補助ということが大きな役割になります。またです、ね、この特に単化し装具、超過し装具を含めて特にこの片麻痺者に使う装具の一般的な目的としては何かというとよく言われているのがこの運動の自由度を制約するということです。で運動の自由度を制約することで運動制御を単純化する、まあ、簡単にするということです。 例えば、ですねこの自動車、タイヤが4つついています。通常、一般的な車はハンドルが1個になっていますが、例えば、右前輪のタイヤを右旋回、左旋回というふうにするためのハンドルがそれぞれ独立して、各タイヤごとにハンドルがついている車があったとすると、こんな車になりますね。右を右の前輪を動かしたいなら、ここの部分のハンドルを回す。 左の後輪の体を回したいのはここのハンドルを回すというようなことをすることで、えー、まあ細かな、えー、コントロールができるわけですね。まあ、極端な話、えー、右の前輪、左の前輪、えー、前輪も後輪も90度、えー、回転させることができれば、車をこう平行移動することができますよね。重、まあ、列駐車みたいなのが非常に楽になるかもしれません。えー、こういったことが、この独立した タイヤのコントロールをもしすることができる車があるとすれば可能になります。つまり細かなコントロールができるわけですね。ただ現実的にこんな車、もしやとしたらすごく運転が大変じゃないですかね。手は2本しかないのに、腕は2本しかないのにもかかわらず、4つのタイヤをそれぞれコントロールして運転するというのはかなり至難の技です。タイヤを この自動車をコントロールするにあたって、このハンドル1個を右に回す左に回すということをするだけで、非常に自動車の運転は簡単になります。つまり、全く人間の体の制御も一緒なんですよね。運動の自由度を制約することで、運動制御を簡単にするということですね。今言っているこの場合はです、ね、それぞれ独立したタイヤが右に回線、左に回線ということがしますので、それぞれ1自由度あります。4つ ハンドルがありますので全部で40度あります。40度あるんですけど、1個のハンドルの制御だけすると1自由度になります、ね。つまり、えー、運動を40度から1自由度にすることで非常に、えー、車の運転が簡単になるというようなことになるわけです。えー、上で今動画が流れているのが実際にこの在宅で脳卒中をかたまりした方です。えー そして下が、えー、単価指則をつけた歩行になります。まあ、見ていただくと分かるように全然歩行速度が変わりますよね。えー、これは人間の下肢に関する自由度ですと股関節が屈曲進展で1自由度,内外,転で1自由度内外線で1自由度全部で30度股関節はあります。質関節は1自由度屈曲進展の1自由度側関節は低背屈で1自由度内外転で1自由度 内外線で10度、内、まあ、外線とか足ですね。えー、全部で側関節30度ありますので、合わせると70度あります。70度あります。で、これを側関節の、えー、これはタマラックつぎ手というものを使ってあげると、 関関節ににしては30 10から10度になりますここで言っている1重というのは、側関節の低肺屈だけをコントロールしています。つまり、もともと70度あったものを50度に下げたわけですね。これによって運動制御は非常に単純になります。股関節と質関節のコントロールだけで済むことになりますので、運動制御が簡単になって、歩行速度も上がったという事例になります。 こういったことから先ほど述べているように、運動を簡単にするということが、装具の目的になりますね。さ,あさて、この歩行に関する必要な機能ですが、まず運動の方向に関する話ですね、ロッカー機能という話です。 ロッカー機能というのは、この右上にあるようにこう、ね、あのロッキングチェアのロッカーですね、こいわゆるこうゆりかごのゆり軸のことをロッカーと言ってますけど、えー、歩行においては大きく分けて3つ、細かく分けると4つのロッカーがあると言われています。まあ、代表的なこの3つのロッカーについてまず説明します。市、え、場、ー、面から見たときに、えー、正常歩行ではヒールロッカーが起こります。ヒールロッカーは、かかとを支点とした回転で、速乾関節が 低屈していくような、低屈していくような、まあ、こういった運動がヒールロッカーになります。かかとを回転軸とした、揺り軸になっているロッカーがヒールロッカーです。アンクルロッカーは、回転軸が側関節に移りまして、側関節を回転軸とした回転が起こるのはこれアンクルロッカーと言います。そのため、硬い部、下肢全体がどんどん 前方にに回転していく。これがアンクルロッカーになります。そしてフォアフットロッカーは今度は MP 関節を回転軸としてかかとが上がっていくというようなこれがいわゆるフォアフットロッカー前足ブロッカーと呼ばれているですね。代表的にはこのヒールロッカーが第1回転機。 アンクルロッカーが第4回転機もありますがこれは等ロッカーというもので今回は省きますがつま先を軸とした回転ですが機能的にはあまり意味がありませんので、えー、主にこの3つのロッカー機能がいわゆる歩行に関する基礎知識として定着していたりしますそしてこれが、えー 水平面から見ると進行方向に対してこの回転が極力進行方向に向かって進んでいくのがこのロッカー機能の大事なところになるわけです。これで運動の方向を定めているということになります。 今言ったこのヒールロッカー、アンクロッカー、フォーアフトロッカーは、このランチョロスアミーゴ方式によるま歩行周期に分割すると、この部分に該当します。まあ、もうちょっと見ていくと、ランチョロスアミーゴは時期は基本的に立脚層と有機脚層に分かれますで。立脚層の中でも機能的役割があって、えー、まず一番大事なこの荷重の受け継ぎですね。荷重の受け継ぎ。それまで例えば左足で荷重していたものを右足に荷重を受け継ぐというような役割をする。 とこころがこれがれヒールロッカーに該当しますつまり初期設置から始まって荷重応答期間これがヒールロッカーに該当します立脚中期はミッドスタンスと呼ばれていますがこれがちょうどアンクルロッカーに該当していますフォアフットロッカーは立脚周期かかとが上がってから麻痺族のかかとが上がってから反対側に着地するまでがターミナルスタンス層で立脚周期と呼ばれています でさらに反対側の足がついて、有客室に入る準備として、いわゆるプレスイング、全有機客機というのがありますが、この立脚周期から全有機客機までの、これはフォアフットロッカーの機関になります。これらについてちょっと詳しく見ていきたいと思います。えー、こういったその歩行中のロッカー機能3つをうまく達成すると、非常にエネルギーが少ない状態で歩行することができます。 人間の歩行は逆振り子、倒立振り子、倒立心子と呼ばれているモデルで代表することができます。側関節の軸、あるいはかかと、側関節といったような、六過機能の回転軸を中心として考えた場合には、下肢全体はこのようにして、倒立振り子、倒立心子のような動きをと,として捉えることができます。 左側に見えているのは、自動歩行ロボットと呼ばれているもので、全くモーターの駆動とかバッテリーを積んでいるわけではない、ただの振り子運動によって、ずっとこのようにして歩きすることができるロボットになっています。これはです、ね、運動エネルギーと位置エネルギーを互いに交換することによって、エネルギーを使わずに歩行することができています。 運動エネルギーというのは、いわゆる速度を意味します。位置エネルギーは物体の高さを意味しています。振り子運動を見てもらえば分かりますが、最初は位置エネルギーが低いところから始まって、高いところに向かって位置エネルギーが高くなっていきます。 でこの時に徐々に速度は、えー、これ見てこの内側の動画を見てもらえば分かりますが、最初は速い速度で動いていたものが、えー、いわゆる一番頂点した時に速度,が速度がだんだん落ちていって、ですねでまた下ってきた時にだんだん速度がこう増していくというようなことが起きます。つまり運動エネルギーを。えー <laughs> 位置エネルギーに変換していくときに、徐々に運動エネルギーを失っていく代わりに位置エネルギーを高くすることができるんですね。一度高くなった位置エネルギーをまた重力を使って下っていくことで、運動エネルギーをまた生み出して速度を速くすることができると。これは常にこう互いに交換し合いながら連続して行っているのが歩行です。えー、ここで出ている名古屋大学の自動歩行ロボットは、 まあ摩擦エネルギーとか空気抵抗なんていうその邪魔するものが存在しますので100%のエネルギー変換はできません一般的な振り子運動で無重力だとか空気抵抗だとかそういったものがなければ変換効率は基本的に振り子運動100%になりますそれで延々と運動し続けることができますところが人間の場合健常者の場合だとこのエネルギーの変換効率が大体いい70%ぐらいと言われています これもやっぱり摩擦抵抗だとか空気抵抗いろんなものが誤ってこの効率は落ちてくるんですがじゃあ付属しているエネルギーは何で補ってますかというところは筋力でございます主に硬い三頭筋を含めた低屈筋群によってこの付属しているエネルギーを補っています ここで出ている自動歩行ロボットも大体おおむね70%くらいの変換効率を達成していますで。徐々にエネルギーを失っていきますがこれでもずっとこれで見ると35分間このまま歩き続けることができている動画なんですがよーく見ると地面がこう傾斜しているんですね、地面が傾斜します。つまり不足しているエネルギーをこの傾斜をつけてあげることで運動エネルギーを補ってあげていると。 いうことです30%も足りないので、その分こう傾きをつけて上げているということになります。人間の場合は、平子で歩くときはこれを筋力で補っているということになります。しかしながら、右のようにですねこの振り子運動がうまくできない肩まひさの場合ですと、この効率が劇的に落ちます。変換効率30%分なので、要するに不足しているエネルギーは70%、ですね無駄なエネルギーを70%も使っているということになります。 こういったことをエネルギーをすごく疲れるということになりますね。ちゃんとしたロッカー、機能をうまく使って歩くとエネルギーを使わなくてもこうやって歩き続けることができると、まあ、こういうことが歩行の基本になります。代表的なところでいうと、このジェットコースターを見てもらえば分かりますね。これは両 奥側にある球と手前にある球の,この滑走しているこの直線距離は変わりません。スタートとゴールの,この直線距離は変わりません。ただ、総滑走距離はこの、ね、ジェットコースターになっているこの振り子運動をしている方が、総滑走距離は長いにもかかわらず、球は早く戻ってきますよね。球が早く戻ってくるということは、エネルギーが保存されているということです。つまり、直線でさーッと行くよりかは、 こうやってジェットコースターのようにこう振り子運動を使っていった方がエネルギーが使わなくて済むとそういうことが言えます。先ほど出てた自動歩行ロボットはこの振り子運動をうまく使ったつまり逆振り子、倒立振り子をうまく使って重力を効率よく使うことでこのようにして連続してエネルギーがなくても歩きすることができると。 一方でこれはホンダの足もなんですが、これは各関節にモーター、それから背中にバッテリーを積んでいて100、100%動力で動かしています。なので変換効率はこっちは0%です。こっちは70%ぐらいです。どちらが人間らしい歩行に見えますかね。私はこっちの自動歩行ロボットの方が歌詞、まあ、しかないですけど、なんか人間らしく歩いているように見えます。 こちらの方は全く振り子運動を使っていないので、まあ、頭の位置はそんなに変わっていないつまり振り子運動をあまり使っていないんですがその代わりモーターバッテリーこういった動力源が必要になってくるということになります当然ながら動力がなくなれば歩くことはできなくなります まあそういったことで、この3つのロッカーですね、ヒールロッカー、アンクロッカー、フォーフットロッカー、これらをうまく使いこなすことができれば、エネルギーを使わずにきれいに歩くことが、人間らしく歩くことができるということになるわけです。さて、じゃあそのためには、まず何が大事かっていうのを。 一一復習していきますかということになりますこれらに関しては養成校でいろいろ勉強してきたこともあるでしょうし国家試験とかにも出てきたりすることもあるのでこれも復習になりますが見ていきましょうかまず歩行の始まりを示すこの初期設定ですねイニシャルコンタクトです歩行周期の終わりと始まりはイニシャルコンタクトで定義されるということでこの足が地面に接触する瞬間がこれがイニシャルコンタクトです であるとでこのタイミングにおける関節ポジションが衝撃の、えー、吸収度合いを決定するということで、この層の役割は、立脚器を肥料管で始められる足のポジションに置くことであるということになります。でその中で大事なのは、えー、こ左側を見ていたときに、えー、股関節、それから側関節を、まあ、結んだ線上に直行するような形にしたときに、この直行した 足が測定面と一致していることが大事だということですね。つまり、下肢の長軸線と測定面を直行している状態がイニシャルコンタクトで求められます。これがまず始まっていないとヒルロッカーが始まらないということになります。つまり、かかとつけてねということになりますね。実際に肩麻痺歩行をちょっと見てください。ま、えー、まずこれつま先から イニシャルコンタクトを設設置置していてていいかかと設置ができていません実際にこれを先ほどと同様に股関節と側関節を結ぶ長軸線とそれと直交する線というのはこのラインになりますが全然、えー、合ってませんよね実際の測定面はこの黄色のラインになりますので全然角度が足りないということになりますつまり初期設置がうまくいってないということがわかります もう一つの例題を見てみましょうか。この方も脳卒中、肩麻痺の方で、相互装着している方です。この方に対して同様に、股関節と側関節を結んだ長軸線上に直行した測定面を引くと、測定面はこのラインになりますから、このオレンジの部分の角度が足りないということになります。 これを満たすために、こういったような外歩行、ちょっとかかとを上げるものにするか、装具自体をこの分、配屈にすると、させてあげるという必要が生じるということです。これができないと、ヒールロッカーがうまくできないので、このような形で、異常歩行が見られるということになります。 ということで繰り返しになりますが、初期設置で大事なのは、この股関節と側関節を結ぶ下肢の長軸線と測定面が直行する必要があると。でこれがまず初期設置の大事なこのポジショニングになります。続いて今度、過剰動機ですね、ローディングレスポンスです。ローディングレスポンスは、一歩行周期あたり大体12%ぐらい存在します。 定義としては初期設置で始まり反対側の足が地面から離れた瞬間までが荷重応答つまり荷重の受け継ぎをしている期間になります動画を見ていただくとそれまで左足で荷重していたのを右足に荷重を受け継いでいるわけですねこの期間はかかとをついている瞬間はまだ反対側足離れていませんので両脚指示期間ですそして、 ほぼです、ね、測定が設置した瞬間に反対側の足が立証するというようなことが見られます。この装定は体重が素早くほぼまっすぐに伸ばされた足に移ってくる1回目の療養刺激の期間であるということです、えー。非常にこのローディングレスポンスが重要視されていてこの装の役割は何かというとまず衝撃吸収です。 左に乗ってた荷重を右に荷重を受け継いだわけですので非常に強い力がかかってきますでそれを吸収するためのそうですで一般的に衝撃吸収というとこのようにう車のダンパーみたいにです、ね、こうバネがこう縮むことで衝撃吸収をしていくわけなんですねでそれをするのに側関節の低屈それから膝の屈曲というようなことをしながら衝撃吸収をしていきます これによって荷重の受け継ぎをの安定性を確保していくのと同時に前方への動きをキープしますつまり体の重心を前方にあるいは重心を上方に上げる倒立振り子運動を行います、えー、非常にここら辺は難しい 歩行の中で最も難しい課題をこなしているところですね衝撃吸収をするのでこのダンパー効果のように沈み込まなきゃいけないんですが一方で振り子運動をするために重心を上に上げていくというような一見矛盾したような動きを同時に行っている期間でもありますでここで沈み込むという吸収動作と同時に身体の重心を上に 上げるるというようよな動作を同時に行っているんですね非常にこれ本当に大事なところです、えー。これは横軸が歩行周期を示していて、これが側関節の角度変化ですね、角度変化、プラスが背屈、マイナスが低屈を示しています。 初期設置からローディングレスポンスにかけて、低屈方向に角度は動いていきます。まあ、おおむね5度ぐらい低屈します。で、この時にこう全稽古スキンが活動していきます。全傾向スキンが一番活動しているということになります。えー、この踏み込んだこの初期設置の瞬間というのは、まあ、反力がこう出てきますので、これはちょっと拡大 拡大した図がこれです床反力はかかとからついているので床半力の根元はかかとから立ち上がりますそしておおむね体の重心に床半が向かっていくので初期設の瞬間は後方に床半が出てきますでこの状態でどういう現象が起きるかっていうことを示すために右側に模式的なこのシーソーをやりました C 相の支点は速関節の中心、床反力のベクトルは C 相を上に引っ張り上げる力だと思ってください。このそういう力が働くと、支点からの距離、速関節から床反力の距離とか,かかっている力、引っ張り上げている力によって回転力が生じます。これをまあモーメントと言っているわけですねで。このモーメントというのは力かける距離で示すことが表すことができます。 そしてこの状態で力をかけるとパタッとタッともし何にも筋肉も何もない状態だと側部だけが抵屈してシーソーがこのように時計回りに回転することになります、えー、もし何にも筋肉がなければ硬い骨の硬い骨はそのままで側部だけがこう低屈して回転するというような現象が生じます 一方で、実際の方向には先ほど言ったように全頸骨筋が活動してきます。初期設置の瞬間に全頸骨筋が活動してくるとどうなるかっていうと、急激な低屈を抑えるために、まあ、ブレーキをかけると同時に、頸骨を前方に回転する働きにも作用します。まあ、起死部と停止部がありますので、この筋肉が収縮するということは、 側部の低屈を急激な低屈にブレーキをかけると,と同時に、頸骨を前に引き出す力にも作用するわけです。そのため、徐々に、徐々に、えー、頸骨は前に行きます。結果的に体の重心も上に、前方、前方斜め上上、にこう上に上がっていくという、倒立振り子の上りの振り子運動をこれで作ることができます。 しかし、脳卒中、傾下の場合は、一般的に相対的に、えー、背屈筋群よりも低屈筋群の方が、えー、優位になっていることが多いため、えー、こう、つま先設置が初期,初期設置として起こることが多く見られます。つま先設置から始まると、床快力のベクトルはつま先から当然生じますので、速関節の前方を床快力が通ることになります。そうすると、えー、 頸骨は逆に今度は後ろに回転することになります頸骨は後ろに回転することになりますそのためこのようにして肩骨が後ろに引き戻されていわゆる膝がロックされた過伸展のような方向になるわけですねこういったことを避けるために装具というのが必要になってきます装具を考えた場合にはこのように模式的に するとこんなイメージですね。前傾骨筋がうまく働かないのであれば、えー、こういうようにバネみたいなものでやって、じわじわと側関節の急激な低屈にブレーキをかけると同時に、このバネが肩、えー、骨を前に引っ張り出しますので、同様に、えー、重心を前方、斜め上上方に持ち上げることができます。これが、えー、この装具の役割ということになります。 でこういったことを達成するために、えー、よく出ているこのゲートソリューションとかゲートソリューションデザインというのは、えー、これは、えー、油圧のダンパーがオイルダンパーがこの足つぎ手の部分に、えー、搭載されていてこれによって、えー、低屈精動機能つまり全頸骨筋の、えー、代わりを、えー、ここで補うということをしますこれでローディングレスポンスの時に、えー、急激な側関節の低 靴に対してこのオイルダンパーが圧縮することによってブレーキをかける、つまり精度をかけるということと、それからそれに伴って稽、えー、骨を前方に引き出すということで、えー、倒立振り子運動、倒立心し運動というのを達成させようと、そういう狙いがこのゲイツールにあるわけです。ということで、えー、装具に必要な精度力はどうやって見極めますかというと、えー、まず、 初期設置のポジショニングが大事なので、下肢の長軸線と、測定面がまず直行している状態で、まずかかとからしっかりと着床させるということがまず大事ですね。でその上で、健常者の場合を見てみると、えー、測定設置の瞬間に反対側の位置がほぼ同時に浮きます、ヒールロッカー飛判というのは。 えまあ、カジごとヒカンと一致しますので初期設置から反対側、ま、反対脚の位置までがこのヒールロッカー機関に該当しますが健常者では測定設置と反対側の位置がほぼ同時に起きますそしてかつ頸骨が短脚指示器の瞬間にほぼ,ほぼ垂直になっているというのが健常者歩行です一方で、えー、肩まひ歩行の場合を見てみるとどうなっているかというと これもう反対側の足が離れてる瞬間ですね離れた瞬間なんですが頸骨は後ろに傾いたままですつまり、えー、制動力が足りないということが分かりますでこれが、えー、制動力が足りないということは本来だったら、えー、前頸骨筋が収縮することで頸骨を前に傾けることができて結果的に、えー、頸骨が前に引き出されて 体重心も斜め前方にこう持ち上がっていくヒールロッカーと倒立振り子運動が起きるんですが、えー、倉庫の制動力が足りないと肩骨は後ろにまだ傾いたままなので重心を持ち上げられず、えー、ヒールロッカーがうまくできていないということは上りの振り子運動倒立振り子運動がうまくできていないということになるわけですね。 次にこの立脚中期ですね。ミッドスタンス。ミッドスタンスは、高周期の12%から31%の区間で、そんなに多い区間じゃないですね。始まりは、反対側の足が地面から離れた瞬間から、観察師のかかとが床から離れた瞬間までが、こミッドスタンスに該当します。あまり機能的な役割はないんですが、ここで大事なのは、まずアンクルロッカー機能が大事だということですね。アンクルロッカー機関というのは、 えー、短脚にになっておりまますす健常者では頸骨が前方に傾きますこのようにして、えー、短脚指示器になった瞬間から反対側の足がつくまれる間に肩骨がこのように前方にこう傾いてきます一方で脳卒中を傾しての方は反対側の足がついた瞬間に着目してみると肩、えー、骨がこのように前方に傾いてきません で稽古さん、前方に傾かないと何が問題かというと、アンクルロッカー後半の話というのは、倒立振り子運動における下りの話と一致します、えー。振り子運動の後半、つまり下りの振り子運動がうまくできないということは、これはエネルギー変換効率を下げるということになって、非常に疲れる方向になるわけですね。エネルギーをロスしているわけです。そういったことから、最近の考え方は、このアンクルロッカーを邪魔しないように、 えししことでこのようにゲートソリューションを代表とした足すぎ手では背屈方向に邪魔をしないような誘導機能のつまりフリーになったようなすぎ手を進めているというのが現状としてあります。 装具によって邪魔をしてしまうとこのように前にケイクスがいかないということが起きますのでちゃんと振り子運動を作るためにはここの邪魔をしないようにしましょうというのがこのアンクルロッカーの重要性を指し示すものですただ実はここに乗っているこのこの傾きさが入っている装具はこれはもう今なくなっちゃいましたけどこれダックス a 4という装具で背屈方向に誘導 の機能を持った装具なんですが、えー、この方の場合は、肩骨がそれでも前方に行きません。つまり、えー、大事なのは、継ぎ手がついて、背屈方向に誘導していても、このようにしてアンクロッカーができない方がいらっしゃるということですね。まあ、これにはさ,さまざまな理由があって、例えば可動域制限がそもそもあって、えー、背屈にこれ以上行きませんっていう人に対して、えー、この背屈を誘導した継ぎ手を使っても、まあ、意味がないということですよね。 こういったところをこの後の実際の研修会ではお話ししていきたいとは思っています。次に立脚周期ですね。ターミナル酸素です。公周期の31から50%ということで結構長い層を占めます。まあ、ほぼ20%ぐらい。一方公周期のは大体2割未満をこのターミナル酸素が占めるので結構長い期間なんですね。 定義としては、観察肢のかかとが床から離れた瞬間から反対側のイニシャルコンタクトまでになります。なので、見ている側の足のかかとが上がってから反対側の足がつくまでの間、この層がターミナルスタンス層で、主にフォアフットロッカーの層と一致します。そして、このフォアフットロッカーの重要性をこが示すんですが、 まずこの定義が非常に大事ですね、かかとが床から離れるかどうかということですね。で、この軸間で、まず一番大事にしなければいけないんですが、いろいろ見ていかなきゃいけないんですけど、まず大事なところは股関節です。このグラフは先ほど出ました横軸が歩行周期、縦軸の一番上のグラフが股関節のくく曲進展の角度です、プラスが屈曲、マイナスが進展ということになっています。 でこのターミナルスタンス層では、股関節がずっと進展していく領域なんですね。えーまあ、15度から20度ぐらいは、股関節は進展していきます。えー、主に筋の活動は、えー、正常方向であれば筋活動はありません。まあ、股関節、屈曲進展作用する大殿筋だとか、それから、えー、ハムストリングス、えー、こういったものの、えー、筋活動は基本的にないということです。 ただ、肩まひ者の方で、例えばこの方はですね、股関節に屈曲硬縮があるかです。まあ、見た感じも骨盤が後ろにあって、体幹が前傾してで、このズボンの横にこのピンク色のラインが入ってますが、まあ、この股関節が進展している気配がまるでないですよね。で、これが正常歩行の形。 だいたい膝関節と股関節のほんのわずか後ろを股関節、愉、え、快、ー、力のベクトルを通っていくのが正常なんですが、この方のように、えー、股関節屈曲、膝関節屈曲で設置しているとこんな形で床反力が、えー、生じます。えー膝関節のえー あたりは中心を通っていますが股関節のはるか前方を通っている形になります。先ほど言いました愉快力ベクトルというのはおおむね体の重心に向かってきますので、この辺り、体の体幹の真ん中辺りに行こうとするとお尻が引けている状態なので股関節の前方を愉力が通ることになります。そうするとそれに対抗するように股関節伸展筋群が筋活動が起きたり、 あるいはハムストリングスといったような下肢の後ろについている筋肉が収縮しようとします。これによって下肢全体の筋緊張が増加することになります。で特にこのハムストリングスが収縮して緊張してくるとハムストリングスって肩骨についてますので肩骨を後ろに引き戻すような力に作用します。 ま結果的にこれ見てもらえばわかりますけど、足ついて股関節を伸展しようとしているときに、膝がぐっと伸展方向に入ってきますよね。肩骨も後ろに引き戻されています。つまり、膝をロックしたような歩り方になっていますね。これの原因とするところは、股関節とかの進展の可動域が出てないからにつきます。結果的に、後ろの筋緊張が増加してきますので、もちろん低屈筋群の緊張も増加してきます。 え全くいいことがありません。えー、なので、えー、ぜひともセラピストの方々には、ぜひともこ股関節の進展をうまく出すように、えー、セラピーをしていただきたいなと思っております。それから、こ、え、のー、プレスイングですね。プレスイングの層というのは、今度、乳化層に入る前の直前ですが、このグラフもやっぱり横軸が歩行周期、縦軸が側関節の角度です。えー、プレスイングの層というのは、えー 見ての通りですね、急激に速乾節をぐっと蹴るそうですね、低屈するそうなんですね、ターミナルスタンスで速乾節を背屈10度から15度ぐらいまで背屈した後はプレスイングに入ってから一気に低屈していきます。これはこの時よく着目していただきたいのは、速関節は低屈運動をしているんですが、低屈筋群は活動していません。 えー、例えばヒラメ筋、皮膚筋という、いわゆる側乾性の低屈筋ですが、このすごく低屈しているこの層に筋活動していないんですね。じゃあ何によってこれ、低屈運動をしているかっていうと、これは剣によって作用しています。で低屈筋腱ですね、低屈筋腱のこれはカタバルト効果というのは、カタバルトってあの戦争の時にですね、えー、相手陣に向けてこの石をこう、えー バチンと跳ね,跳ね上げて、相手陣地にこう石を投げ飛ばすっていう,こう、まあ、カタパルドっていう発射台があるんですが、それと同じような効果があると。でこれは可視な模型ですが、ターミナルスタンス層では、先ほど言ったように、えー、短脚指示器でずっと側関節は背屈方向に変異していきます。側関節を背屈方向に変異していきますが、この時にひらめ筋とか被膚筋の菌活動が最も 緊張が高ままっています。そして反対側の足がついた瞬間にプレススイング層が始まって一気に低屈していくんですがこの時には先ほど言ったように筋活動はしていません何かっていうとただ単に筋腱の、えー、バネのこのようにこう後部後ろにこれはですね、えー、頸骨と大腿部機子、まあ、と停止部の部分にこのゴム紐を引っ掛けてるだけなんですがターミナルスタンスで配屈していった力をグ、えーッと 解放してあげることでグッとで一気に低屈していきますこれがフレッシングの起きている低屈運動の真相です。なので別に筋活動、筋収縮によって低屈しているわけではなくて、こうバネのようにこうバシンと跳ねて,るっているというだけですね、まあ、デコピンのような効果があると、まあ、そういったイメージを持っていただければいいです。 で今度はイニシャルスイングですね、有機枠装に入った瞬間に大事なのは今度、この速関節が今度、低屈に、最大低屈になったところから、今度、配屈に戻るところですね、ちょうど、えー、反対側の足にこう地面が交差するまでがイニシャルスイングなんですが、この時に速乾節がぐっと配屈していって、地面とのクリアンスを保って、えー、足をすらないようにしています。 にえー、この時も今度、肺屈筋のカタパルト効果が生じます。一度、プレスイングで最大低屈になった時に、今度、全頸骨筋腱が伸ばされて、解、えー、放されるころで、肺屈方向にグッと戻ってくるわけですね。でこ,れがこれが連動しておきます。 ターミナルスタンス層で速乾室をぐーっと背屈にしていくことで、低掘筋のカタパルトが起きい、えー、前傾骨筋が伸ばされたことで、今度、背屈筋のカタパルトが起きとい,いうことをこう瞬間的に低屈と背屈をこう一瞬で切り替えます。でこれがプレスイーグとインシュタルスイングの低屈と背屈で瞬時に起きている現象なんですね。この区間は時間にすると0.2秒ぐらいです。0.2秒しか時間がありませんので、えー 随収縮ではないですよね。速乾節、この時期に抵屈して、次の瞬間、排屈してっていうことを頭で考えて動いているわけではなくて、ほぼオートマチックに動いていますが、この時やっぱり大事になってくるのは、カタパルト効果なんですね。じゃあ、その時に一番大事なのは何かっていうと、やっぱターミナルスタンスですね。ターミナルスタンスでいかに遠心性の背屈運動をして、低屈筋が エネルギーを貯めて解放してあげることでほぼオートマチックにテ低屈と廃屈を繰り返すということがあります。こうやって見ていくともう一度ターミナルスタンスを見ていくと観察し、これはちょっと右足のかかとが上がってから反対側の足が着床するまでの間がターミナルスタンスで一応高周器の中で19%を占めているぐらいかなり広い長い時間かかっているわけですね。 これが正常歩行です。まあ、これがつまりフォアフットロッカーの時期と一致しているわけですね。これが脳措置を傾したではどうなるかです。えー、右上の出ているこの動画の方はですね、えー、ステージ4の、えー、傾きの方ですで。こうやって見ていくと、まず初期設置をちょっと見ていくと、しっかりとかかとからついてますよね。で股関節と側関節を結んだ長軸に、側底面も直角になってそうな感じがしますよね。 それからなので、それからヒールロッカー期間を見てみると、ヒールロッカー、もう一度、先ほど説明しましたけど、復習になりますが、正常歩行で、まあ、いいヒールロッカーが出ているときというのは、測定設置した瞬間に反対側の足が抜けている状態、荷重の受け継ぎがうまくいっている状態がベストですよという話ですけど、これ、測定設置の瞬間にほぼ反対側の足が抜けているので、まあ、荷重の受け継ぎもうまくいってそうな感じがしますよね。 それからアンクルロッカーはどうかっていうと、ケイクスもしっかりと前に傾いているので、アンクルロッカーもなんかうまくいってそうな気もします。フォアフットロッカーはどうかっていうと、これちょっと早すぎるんです。フォアフットロッカーは先ほど言ったように、ターミナルスタンスというのは、かかとが駆除してから反対の足が着手をするまでの間がターミナルスタンスそうです。これ、かかとが上がるタイミングを見てみると、反対側の足がついてからかかとが上がってますよね。もう一回。反対側の足が ついてからかかとが上がっていますのでこれはもうプレスイングなんですねつまりこの歩きというのはターミナルスタンス層がないんですこんなに綺麗に歩いてた人でもフォアフットロッカーがうまく出てないということがこれで分かります下の歩行はステージ6の方でまあ倉庫を使わずにスタスタ歩けるラスでも全然歩けるような方です でこの方も、一応ちゃんとかかとからついていて、まあ、初期設置がうまくいってそうだなとか、ヒールロッカーもうまくいってそうに見えるんですが、フワフットロッカーはどうか、フワフットロッカーも、この方もやはりですね、反対側の足がついてからかかとが上がり始めているので、やはりこれターミナルスタンスがないということがこれでわかると思います。 ターミナルスタンス層がないと何が問題かというと重心を持ち上げられないんですね。この時期にかかとがグッと上がることで重心を持ち上げることができます。これによって誘客初期の引っかかりを防止することができます。でここでうまく持ち上がらないと足引っ掛けて転んじゃったりとかってよくあることになります。でまあ、補足具で対応する方法としては、えー ね、こうつま先を上げる、まあ、トースプリングをつけるなんて言いますけど、こうつま先を上げて足の抜けをよくしたりとかっていうことをしたりだとか、まあ、つま先を滑りやすい素材に変えたりとか、えー、あるいはもうテイク付きのトレーニングをおかしくするとか、まあ、こういったことは考えられますが、まあ、根本的な解決ではないですね。これ,これはもうただ単に、えー、その場の,その,場の、えーまあ、予防線を張るというよりかは、えー、対応をしているだけなんですよね。それから、えー あとはですね、こう海外製のものでこうカーボン製の装具があったりします。これね、こう装具自体がこうたわむんですけども、カーボン製の装具でたわ地面に足がついているときに、側関節をぐっと背屈方向にい行って、えー、いるときっていうのは、力を開放すると、今度は硬い部をここに押し戻す力に作用しますよね。でということで、えー 低屈補助は確かにしてます背屈方向に変形させると、装具が元に戻ろうするので、低屈補助にはなっているんですけど、かかとを上げ,上げるような力には作用しません。つまり、結果的にフォアフットロッカーを満たすような、まあ、装具自体は、現時点では存在しないということになります。 えー、ということで、ここまでの話が一応、予習復習の話になりますが、えー、これまでの話で、えー、まず、えー、重要なところですね、えー、身体に必要な、まあ、装具を考える上えで、まあ、身体に必要な機能、まあ、セラピスで頑張ってほしいところは何ですかというと、やっぱり股関節の伸展可動域ですね、やっぱりこうターミナルスタンス、フォアフットロッカーをう,うまく作るってあげるためには、この股関節の伸展方向の可動域、まあ、10度ぐらいは出してほしいですね。 えー、よく見られますけど、このトーマステスト陽性、もう骨盤をつけて状態で、こ足が上がってくるような状態、屈曲をしくなるような状態は、えーまあ、ナンセンスですよね。それから、側関節の背屈方向の可動域ですね。これも膝曲げてるんじゃなくて、膝伸ばしている時の側関節の可動域は、やっぱり重度は欲しいと。あとはです、ね、このテイクスキン群のパワーアップをしてほしいということですね。 えー、ステージ6の方のさっき動画が流れてたと思いますけど、やっぱりテイクスキンが弱いので、えー、ヒールオフがうまくできていない、えー、ターミナルスタンスがうまく出せていないというのがあります。もうこれはやっぱりテイクスキンのパワーアップです。これがやっぱり大事です。もう、えー、欧米諸国なんかはもうフォアフットロッカーをどう,どうにかしようという方が重要視されていて、日本のようにこのアンクルロッカー、ヒールロッカーというよりかは、 もうすべてはこのターミナルスタンス、ファフットロッカーをどうやって作るかっていうことが、えー、大事なんだよっていうことがもう欧米諸国のリハビリテーションではずっと最近言われていることですね。なので、低屈筋群のパワーアップをすごく重要視しています、えー。なんなら、ね、肩まひの人でもジャンプさせたりとかしてますよね。ジャンプさせるぐらいパワーがないとダメだって言ってたりします。で、低屈筋がうまく、えー 鍛えられてターミナルスタンスができればさっき言ったカタパルトがうまく生じることができるのであとは低屈、背屈を繰り返して次の初期設置の時には背屈のまま設置できるので、まあ、自動的にヒールロッカーも出るでしょうみたいなそういう感じになってますよね、えーまあ、なので筋の使い方をするなんかフィードバックが、えー、あると本当はいいので筋電系かなのようなものがあれば、えー、もうちょっとこの、ね、低屈筋この時期に 使ってくださいねっていうのを患者さんにこう目でフィードバックをしながらやるトレーニングというのがまあ外国では主流になってきてますよね。それから装具に必要な機能ですが、初期設置はまずかかとからつかないともうそもそもヒールロッカーが始まりません。下肢の長軸と測定面が直行するように角度調整をしなきゃいけない。この角度調整がすごく大事で、細かい人だと本当に1度2度ぐらいのえ角度調整で かなり歩行が変わってきます。なので、何を置いてもやっぱり角度調整が一番かなと思っています。それからヒールロッカー機能を作る話ですね。これを満たすために低屈制度機能があるゲートソリューションデザインみたいなものが出ているのはそのためですね。これをすることで荷重の受け継ぎを満たそうとしていますが、 この時にちゃんとその荷重の受け継ぎが妥当かどうかということを見極めていく必要があるということですね。それを達成するためには、次手の機能ですね、ゲートソリューションの足すぎ手みたいな継手の機能を使うか、あるいは終本ブレースみたいなものでプラスチックのたわみを使うか、まあ、いずれにしても、どちらにしても低屈制動機能というのを作ることはできます。それからアンクルロッカー機能ですね。アンクルロッカー機能は、 まず、えー、ターミナルスタンス層に行っているときに肩いの前傾が10度まで配屈していきますので、えー、これを装具によってどうやって調整するかというですね、配屈誘導の継ぎ、えー、手も当然ながら必要だし、あるいは装具全体を前傾させるという方法も当然あります。まあ、この辺の話はまた、えー、講習会の中で、えー、お話しできればなと思っています。 それからフォアフットロッカーですね。フォアフットロッカーは先ほど言ったように、装具、単独でフォアフットロッカーを満たそうとする装具は世の中で出回っている装具ではないですね。今私たち、我々科学大の研究チームがフォアフットロッカーをなんとかしようという装具を今開発しているところで、それは昨年度ちょっとご紹介した,したというところではありますが、まだ市場に出回るぐらいのクオリティにはなっていません。 まやはり先ほど言ったように、この辺は低屈筋のパワーアップと股関節の可動域を出すということが、やっぱりセラピストの力が非常に重要になってくるので、この辺がうまくできると、非常に装具が非常にやりやすくなるということがあります。まあ、こんなところがですね、えーとまあ、事前の予習復習のお話をこれでさせていただきました。えー、事前にちょっとこれを、ね、なんとか見直していただいてですね、えー、歩行の 正常な、正常方向も含めて、えー、どんなことが必要なのかっていうと、えー、ちょっとまとめていただいてですね、当日に、えー、ちょっとあの説明だけでは不十分だから、もうちょっとこの部分について補足してくださいということを、まあ、言っていただければ、えー、その場で講演開始と同時に、えー、ちょっと補足をしていきたいなと思ってます。で、本番では、あのちょっと事前にオーダーがあった内容を中心に、 ちょっと装具の細かな設定の話だとかそういったところをちょっと見ていくとそれからどういう症例のパターンにはどういう装具が必要なのかみたいな話がちょっと説明していただきたいということもありましたので、まあ、動画を交えながらちょっと見極め方も含めて説明できればなと思っておりますということでちょっと長くなりましたけどもぜひ、えー、ともこの動画を事前に 見て予習をしていただき、当日の研修会に参加していただけることを願っております。それでは当日お会いしましょう。では。